ゼロ分2車両目お気に入りの特等席隣の人にもそうですねそんな日常8時7分開くのは向かいのドア息を呑む言いかけてたその言葉は今日も逃げた言いかけシンプルでいいのに意気地ないな勇気のテスト乗り越えなきゃ逃げるなっておはようのオーディションして弱虫な自分に勝って金曜日は頑張らなくちゃだって2日会えないからね眠そうな君を見てるそれだけで満足しちゃってダメだって頑張らなくちゃそっと声に出してみたあ8時0分2車両目座られてた特等席ついてないな空模様まで泣きそうです8時7分準備まだちょっと待ってドキドキが震え混じりその言葉はかき消された